このタイミングでこの対決が実現してしまったか。さあ開幕、両者はどう動くか。まだまだ序盤、どこから試合は動き出すのか。さあ試合は序盤、どう崩していくか。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。ここから打つか、すかすか踏み込むか。地上の駆け引きの場合、ダウンさせる。ここは投げの選択肢。上からの攻めはしっかり迎撃。飛び道具を打って自分のリズムを作れるか。ここは間合いを測り合う。ここで飛びが通る。ドライブパリーを使って打撃を受け止める。一旦仕切り直しの間合いを作った。次はどの引き出しを開けるか。リズムを整えるかのようにお互いが様子見をしている。プレイヤー1、バーンアウトを。このスーパーアーツはどうだ。これはいい形で入れ替えた。プレイヤー1、ドライブゲージが戻るまで我慢の時間帯、粘れるか。完全な走りラインを上げつつダメージを取る。両者バーンアウト、まずいぞ。さあここから気持ちで技を当てに行く。勇気の球打ちが試合を決めた。プレイヤー1、流れをつかむ。このまま波に乗り切れるか。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。カウンターが入る。サファリーも見せながらプレッシャーをかけながら、両者何を狙ってどう動くか。距離は十分、バーンアウト、まずいぞ。プレイヤー2、ドライブゲージがない。かなりきつい状況となった。追い詰められてしまった。一息つけるか。プレイヤー1、丁寧に有利を蹴、ここで押し込みに行く。円幕が来た。ガードする。パワーウェーブから、ここで KO。 最後まで壁から逃がさず倒しきった。プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。誰もが見たかったこの一戦、祭りが始まる。さあ開幕、両者はどう動くか。投げ。さあ体力はほぼ変わらず、どこから崩すか見定めているか。ここは安全な距離から球を打って様子を見る。ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。プレイヤー1、ここでドライブゲージを使い切ってしまった。相手のドライブゲージが回復するまでどれだけ体力を奪えるか。互いに与えたダメージはほぼ同じ。ここからし、おっと、ここで SA 勝負をかけに来た。プレイヤー1、この SA ヒットで試合は分からなくなった。なんとかして触りに行きたいが、マイドイが絶妙。上、投げは抜けられず。次はどの引きで、とどめはこのカウンター。技の差し込みが冴えている。プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。まずは距離を取るバックステップ。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。両者何を狙ってどう動くか。さあ逃げ場はなくなった。もし危険な距離での殴り合いが続く。サイコブリッジで攻めを継続するか。ダウンからここで SA 発動しているが、プレイヤー2、状況はバーンアウトしている。この飛びはガードが間に合う。
様子見が続く中、先に仕掛けるのはどちら？遠距離での様子見、この飛びは見えている？飛んでいる？上はダメ！投げる？うまく投げていった。この距離で打ってきた。最後は極めつけ、レールさん SE か、倒しきりまで。お見事、見えていた。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。さあ両者真剣な面持ち、その目には何が映っているか。さあ開幕、両者はどう動くか。当たらない。弾で揺さぶりをかけつつ様子見か。お互いに被弾は少ない状況。さあ試合は序盤、どう崩していくか。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。さあどうする。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。ターゲットコンボをしっかり決めていく。ドライブインパクトはきっちりガード。さあお互い SA ゲージは少なめ、先に溜めてアドバンテージを握ることができるか。プレイヤー2、バーンアウト状態となっている。ダウンさせる。このスーパーアーツはどうだ。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。さあこの後にも注目。プレイヤー2、ドライブゲージがない。かなりきつい状況となった。対空キッチ。さあ体力と SA ゲージともにゼロに近い。ここからの逆転は厳しいか。相打ちを受け、ここから危険な状況になっている。ミスはもう許されない。 KO。プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。ここは投げを見せてガードを崩す。ここでバーンアウト。パワーウェーブを打って受け止めつつ攻撃する。このスーパーアーツはどうだ。ここは SA を選択。この判断がどういう結末を生むか。バスターウルフも使ってこの後どう攻めていくか。プレイヤー2、このバーンアウトはかなりきついか。これでドライブゲージが使える。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。さあここから。プレイヤー2、ゲージよりこのチャンスを生かせるか。壁に追い詰めた、ぶっ込んでいった。ダウンから投げる。うまく投げていった。さあ画面端も入れ替えて、逆転を見てうまくさあ隙を狙っていた。心を折るつもりか。
プレイヤー2見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。プレイヤー2相手を壁に押し付ける。さあ試合は序盤、どう崩していくか。両者次はどうする。飛びをガードして、この切り返しは読み切っていたか。ダウンを取って、プレイヤー2ドライブゲージがなくなりそうだ。これは苦しいぞ。ここからプレイヤー2ドライブが使えない、バーンアウト状態だ。仕切りのこのスーパーアーツはどうだ。ここはゲージを使って SA 選択。まとまったダメージが欲しいか。危険な状況になっている。ミスはもう許す。スーパーアーツを使っていくが、ターゲットコンボを叩き込む。プレイヤー2ドライブゲージが戻るまでは下手には動けない。さあ前に出てプレッシャーをかけつつも、プレイヤー2壁のプレッシャーを使えるか。 KO。 プレイヤー1ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。このラウンドが勝負となるか。 TC を使ったコンボルート。さあコンボはきっちり。プレイヤー2ドライブゲージの運用が難しい状況。捕まえて投げ飛ばす。ここで押し込みに行く。危険な画面端から脱出成功。中足が刺さる。ダウンからかかとを振り下ろしていく。パワーウェーブを打って画面と上を突っ込んでいく。中足がヒット。ここが正念場。気合を入れろ。何を狙っている。さあどこから行く。うまく投げていった。一息つくこの距離で打ってきた。 KO。 盤石の立ち回りで危なげなし。お見事。